高台雪のかかった、富士山、落焼城片見変茶碗を収蔵する、三立服部美術館、落焼城片見変茶碗は、日本の国宝。落焼の茶碗で、名は、富士山。17世紀、本阿弥光越の作。別名に、振袖茶碗がある。本作は、落焼の中でも、白湯を用いた白楽と呼ばれるもので、年代は17世紀。 大きさは高さが 8.9cm、口径が 11.6cm、高台が 5.5cm である。素地は荒い砂が混じった白土で、はじめに、手こねで成形し、ヘラを使って、側面を縦に削って成形。その後、透明性低角の白油を厚くかけて、焼成を行ったが、偶然にも釜の中で、茶碗の下半分が内側、外側ともに炭化し、 黒色に変色した。内側の一部には、鉛竜が変化を起こしたことによる銀貨も見られる。本作の制作者である、本阿弥光悦は、刀剣の鑑定を本業とする傍ら陶芸にも引いで彼の作る茶碗を欲しがる者も多くいたが、容易に作ることはしなかった。彼の作品は10点ほどが現存し、その中でも本作は一番の作と言われ名高い。 光悦が娘を大阪に嫁がせた際、支度の代わりにと本作を成魂込めて制作した。持参する際、振袖に包んだことから、振袖茶碗とも呼ばれており、その切れ端も現存している。箱には、富士山大巨案と記されている。大巨案とは、光悦の号で、原色陶器大辞典のように、大巨案と表記している文献もある。この箱書きは、 光悦の自筆によるものであり、光悦の印が押されてある。制作者が自ら箱書きをしたものを友箱というが、これは日本の陶芸史上初の試みである。富士山という名の由来については、その風情を雪のかかった富士山に見立てたとする説、あるいはこれ以上ない出来栄えを自慢。天保九年の日付の譲り状が箱に重複されており、日、 北コンベイにより、高原次兵、井上玄三郎を経て、姫路藩を藩主、堺忠学の手に渡り、以後近年まで、堺家に伝わった。1952年11月22日付で、国宝に指定。あえ物の茶碗で国宝の指定を受けたものは他に、篠の茶名花かきがあるのみである。現在は、長野県諏訪市にある、三立服部美術館に収蔵されている。 同館では本作を、白楽茶碗とも称し、常設展示はせず、企画展にて展示を行っている。ありがとうございます。